世界観光機関はスペインのマドリードに本部を置く観光に関する国際機関。1925年にハーグで設立された公的旅行機関国際連盟を前身として1975年1月に設立され2003年12月に国際連合の専門機関となった。国際連合の専門機関となる前は略称を WTO としていたために、後に設立された、世界貿易機関と混同されることがあった。国際連合の専門機関となった後の2005年12月1日に、国際連合の略称である UN を冠して、略称をア r m ットとすることが決定されている。2019年1月現在の加盟国は158、各国、加盟地域6地域、オブザーバー2地域。このほか。 民間企業、地方自治体、大学が参上加盟員として加盟可能であり、世界全体で431、日本から日本旅行業協会、JTB、グルナビ、京都外国語大学など19団体が参上加盟員として参加している。各国の観光政策への支援を専門家の派遣や国際会議の開催などを通し、技術面、 政治面の両面から行っている。組織は事務局長が率いるキャビネットを中心に各加盟国の対応窓口として世界を5地域に分ける5つの地域委員会と14の専門組織の合計19部門で構成されている。地域委員会のうちアジア太平洋部は管轄地域を北東アジア太平洋地域と南アジア地域の2地域に分けて対応している。 1995年6月26日に大阪府大阪市にアジア太平洋地域の地域事務所である世界観光機関アジア太平洋センターが設置され2012年12月に奈良県奈良市へ移転した2017年3月東京事務所が国連大学本部ビル内に開設された世界観光機関では2年に一度総会を開催している 2001年の第14回総会は日本と韓国で共同開催され、日本では大阪府大阪市の大阪府立国際会議場が会場となった。2015年の第21回総会で日本の理事国就任が決定された。ありがとうございます。